今夜競馬第9レースです第9レースは片栗特別メンバー A1A2 距離 1900m 出走馬12頭ですアズーロユートエブロスフジエス2世ジーナスエヒロサンダータケデンガンダムヒシフェアリンタック帝王ルクソールクレングルメサンシャイン杉野帝王クラローレル以上の12頭ゲートインは向こう正面中ほど 最後に12番、クラローレル収まりましてゲートイン完了です、片栗特別スタートしました好ダッシュ2番のユートエブロスです早くも体半分から1馬身ぐらいのリード並んでくる3番フジ2、藤江須二世かわしていきました9番、ルクソール・クレンですまず先手は9番、ルクソール・クレン勢いよく飛び出してまいりました1馬身差まで差を詰めていった12番のクラローレル前に並びに行きます その後ろ緑の帽子2頭はヒッシュフェアーとリンタック帝王さらにほとんど差がなく11番の杉野帝王やや控えて2番のユートエブロスと3番、フジエス2世並んでいますスタンド前先頭9番、ルクソールクレン1馬身のリード2番手12番、クラローレルまた1馬身で7番のヒッシュフェア今、後ろを確かめてちょっと馬体を外に出してきました 1>, 1馬身半から2馬身ぐらいで8番、リンタック帝王、これが4番手、あと固まって2番、ユートエブロス、11番の杉野帝王、3番、藤江ス二世、後ろのグループ、やや開いた位置に10番のグルメサンシャイン、その後は5番の末広サンダー、やや遅れて4番、ジーナと続いていきます、後続1番のアズーロ、そして6番、タケデンガンダム、先頭はこの辺りで2コーナーに差し掛かる、先頭9番のルクソールクレン、リード1馬身です。 1 2番のクラローレルが2番手3番手7番のヒシフェアこの3頭が抜け出しました4番手は大きく切れています8馬身9馬身と切れまして固まっている4番手は11番杉野帝王上がってきた連れて4番のジーナこの2頭が上がっていきますゴールまでは600を切りました前の3頭固まっているわずかに今度は12番のクラローレル先頭です並んで外から7番ヒシフェア3番手9番ルクソールクレーンはちょっと交代手が盛んに動いています ルクソール・クレンに並びかけようという勢いで上がってくるのが11番の杉野帝王今3番手に並んだ外からは4番のジーナもこのグループさらに直後まで3番のフジエス・ニセ追い込んできた直線コースに向きます今度は外目から7番のヒッシュ・フェアー先頭並んできた4番のジーナ外からジーナ外からジーナ,ジーナ7番のヒッシュ・フェアージーナこの2頭に大外3番フジエス・ニセ大外からフジエス・ニセ今3番手前は4番のジーナに変わりましたヒッシュ・フェアーは2番手4番ジーナ1着でゴール 勝ったのは4番のジーナ、そして2着に7番、ヒッシュフェア、3着、3番のフジエス・ニセ、その後11番、杉野帝王、12番のクラローレルと続いておりました。